にちは。いいです。やすけです。なこでーす。なこちゃん。なこでバック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 。バックバック。なん、え、なんぼ。なんぼ愛になってるよな、絶対今。バンバン。見してみ。おいで。なんぼ愛は。本日は。秋冬。秋冬。の方で紹介をしたいと思います。イエーイ。3人の。コーデ。コーデ。お、3コーデ。紹介していこうと思います。なこちゃんも着替えるの？うん。早速ですが、紹介していきましょう。では着替えていきます。お着替えスタートー。よーいいやん、かわいい、おしゃれ。ワンコーデ目でーす。ワンコーデ目でーす。イエーイ。はい、はい、一人ずつ行く。うん。で、今回はあのアイテムのおすすめを紹介しながら進めていきたいと思います。私のお洋服はドロペピクニックスのご提供いただきまして、そちらのアイテムも紹介していきたいと思います。こんな感じに、このニットがクロップドリブ切り替えニットでございます。こんな感じの首の丈の長さがちょうどよくて、切り替え折らなくてもこのままなんか埋もれることもなくちょうどいい丈感になっているのでめっちゃいいなと思いました。で、このリブの切り替え横縦になっているので、こちらもデザイン性があって可愛いですね。袖の部分が縦のリブになっているのでちょっとスタイルアップ効果もあるので、細めにする横ラインよりもちょっとスリムに見えるかなと思います。で、この今インしてるんですけど、これ出してもちょうどいい着丈、長すぎず短すぎずなのでインしても出してもいいかなと思います。いいところはめっちゃあるんですけど、軽くてあったかくて、今中キャミソールだけなんですけど、こんなチクチクせず着心地がとっても良きです。静電気もあんまり起こらない生地、こうカラー展開が多くて私は生なりにしました。他もグレーとか黒もとかちょっとカラーものもめっちゃ可愛いので、ぜひ皆さんもチェックしてみてください。ほんまにめっちゃ使えそう、3色持っててもいいんじゃないかなってぐらい着回しできそうです。これは大人サイズなんですけど、キッズサイズのニットも展開しておりまして、でサイズは110からの展開になってるので、まだちょっとなこちゃんは今90ぐらいなのでちょっとまだ早いんですけど、もうちょっと来年ぐらいに着れるかなって見込んで、お揃いちょっと大きめでワンピースっぽく着ても可愛いかもしれない。親子でシミラールックとかできるからめっちゃ可愛いし、ワンちゃん用のニットのお洋服もあるらしいので可愛いよな。ワンちゃんとお揃いも、子供ちゃんとお揃いも可愛いので、ぜひ皆様もお揃いどうでしょうか。下に履くパンツがタックワイドパンツというパンツでございます。私が156センチなんですけど、ちょうどお腹を上ハイウエスト気味で履いておりまして、でペタンコの靴履いてちょうどいいぐらいですね。こうウエストもこのベルトで調整可能なのでめっちゃいい。これは買いですわ。しかもなんかサイズ感がちょうどいいな。緩めやな、だいぶ。そうそうそう、この調節できるのがめっちゃありがたい。サイズがね、丈とウエストのサイズってなかなか合うことないんですけど、ちょうどフィットしているパンツに出会えた気がするので、これは着回しもできるし、ちょっと足長効果、ハイウエストなので足長効果も期待できるのですごくありがてえです。このバッグがトレーヌのバッグでございます。靴はジェルサンダーのパンプスでございます。そんな感じで私の一コーデ目は OK です。はい、ナココーデ。ナココーデ、はい、ナコちゃんのコーデはこちら。よいしょ、タッチタッチ、イエーイ、イエーイ。上下ザラです。はい、最近届いたマリンピンクとマリンスタイルパンツと、足元はコンバースです。みんなに見せようぜ。サイズが12から18マースや。はい、もうだいぶ大きくなって、で僕やのトップスはラルフローレンのチェックシャツです。でパンツはビームスの US アーミーかなんかのナイロンのテックパンツ的なもので、で靴はビームスで買った去年買った南アフリカかなんかのブランド、ちょっとブランド名分かんなかったんですけどの履いてます。昨日髪の毛を切りに行きましたって感じかな。まあいつも通りのこれが割と、うん、日常的なスタイルになってます。ラルフローレンのシャツはもう好きやな、うん、大好き、ずっと集めて買ってあります。はい、のーちゃん、のーちゃんの出番です。ファーストルック、イエーイ。では次に着替えます。イエーイ。シュッ。はーい。ここここ。そう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 。ここだって。さっきぴったりやん。はい、おいで。
よ。かわいい。あ、かわいい。かわいい。タコデメです。イエイイエイイエイ。なこちゃんの紹介から先行きますか。なこちゃんがタロメイト、ワンピースがザラ、ザラで、これがセントジェームスです。セントジェームスです。で、帽子はニュエラー。韓国で買いました。ドゥータ。ドゥータ。っていう建物に入ってるショップ。ショップ。で、キッズ用と大人用のお店とあって、キッズ用のところで買いました。靴はちょっとその方のコンバースです。コンバースです。ただコーデメはこんな感じです。イェーイ。イェーイ。なんか知ってほしい？このブレザーがロペピクニックです。あの、袖ペッて折れるので、スリットが入ってて折れる感じにもできます。なんかブレザー新鮮感。かわいい。で、このバッグが韓国のブランドです。この前、韓国行った時にショップで買いました。また、キャミワンピースがリエフリエっていうブランドのキャミワンピースです。ジャガード素材でふわんってここからちょっとボリューム感があるスカートになってて、夏は1枚で着てました。ブラトップとキャミワンピで着てて、まあ冬も年中着てるなっていう。靴はセリーヌローファーです。ちらっと隠れちゃうんですけど、きれいめお出かけコーデです。2コーデ目です。カジュアルな感じだけど、スウェットとかに襟がついてたりとか、足元はローファーにしたりとかして、ちょっと綺麗な要素を入れましたという感じですが、パッと見はもうカジュアルです。上はブラっていう韓国にあるブランドで、この前旅行に行った時にたまたまなこちゃんのキャップの同じビルにポップアップ、ポップアップみたいなのをしてて、前までは海外通販とかで買ってたんですけど、あったので買ってきました。この襟元の感じかわいいな。お気に入りです。 B のマーク。パンツはリーバイスの501やったかな、501のヴィンテージのやつです。リーバイスのパンツはなんやかんやで集め出して10本ちょっとぐらいは集まりました。うん。ローファーはセバコとビショップさんのコラボの黒子の片押しのローファーになってます。で、塩入れ黒か、うーん、イエーイ。次に行きましょう。それでは、レッツゴー。シュン。はい、3個目でーす。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 イエーイ。じゃあ、なこちゃんからいきましょうか。はい、じゃあ、私からいきます。こちらの上の服はOAT です。でこれ6から12万するんだけどさ、結構大きめじゃない？大きい。あの去年買ったはずないけど。去年の冬買ったけど、ちょっと大きかって来年に着ようということでニットを着てます。パンツが楽天で購入しました。かわいいの。なんかこう合ってるな。色味がな、マッチしてて。マッチしてて。で靴がニューバランスの靴です。はい、アイボリーとグレーで。かわいい。イエーイ。イエーイ。大きくなったな。イエーイ。かわいい。3コーデ目もロッドテクニックさんのニットカーディガンとニットベスチェ2つを重ねて、パンツもロッドテクニックさんのパンツです。バッグも、まあ、このバッグも、このバッグめっちゃかわいいです。なんかベロワ生地肩掛けできて結構いっぱい入りそう。このバッグもファッションの一部として楽しめるかなって。フリフリになってるところとかも可愛いし、でこれもパチッて重ねることでコンパクトになる、ちっちゃく広がらないようになってますので、いろんな形で使えるので便利ですね。大容量入りそうなので、パソコンとかも入るんじゃん。下手しいけると、それぐらいの容量の荷物がいけそうな。けそう。で靴は MM6 パンプスを履いてます。ボタンも、まあ、全部閉めてもいいし、開けてもいいし、なインしても可愛いし、合わせ方もいいんじゃないでしょうか。結構長めの丈になってるので、しっかりお尻までもこうカバーできて、スタイルアップ効果ある。スタイルアップ効果があるので。ラストはこちら、アウトドアコーデ。キャップはニューエラ、トップスはコロンビア、パンツはトライアンドで、靴はメレルです。ゴアテックスシューズになってるんで、このまんまキャンプも行けるようなコーディネートになってます。ポケットいっぱいあるし、キャンプ行けそう。キャンプ行けるで。これもともとこれ多分フィッシングウェアかなんだけど、それをミックスしてナイロンパンツにナイロンのシャカシャカのジャケット。あ、パンクレンの、まあ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 、フシュー。
はい、3日目のコーデはこんな感じです。ということで家族3人分参考でルックブックが終了しました。まだまだこれからいろんな秋冬商品って出てくると思うんで、最近ポチポチしてることが多い。そうやね、買い出し始めたずくずくと届くんだなと思います。このまま涼しくなってくれたらどんどん可愛いお洋服いっぱい着れるかなと思っているので、まあ、ぜひ参考にしてもらえたらと思います。ありますね。ラブちゃんもあれやな、去年とまた違う服装やから、うん、靴もな今年から履いてるし、大人のお洋服っぽい感じ。あ、そうやな、去年まで結構つなぎのボタンが下まであるっていうのが多かったんですけど、今回はセパレートなお洋服やってるとか、ちゃんとスニーカーとか帽子も合わせてな。1歳チュンチュン、ご飯の匂いするわ。今回はロペピクニックさんのアイテムを使ったコーデを組んでみました。3コーデ全部入ったんですけど、ちゃんとプラス可愛いをテーマに幅広い世代の皆様に出されるようなブランドとなっておりまして、お家で洗濯できるものが多かったりとか長く愛用できるアイテムが多いので、ぜひ皆様もチェックしてみてください。あの結構ロペピクニックさんララポートとかそういうショッピングセンターにも結構多く入っているので、フラッと行った時にでもぜひ覗いてみてください。自分たちが学生の時から、まあ、お母さん世代まで来てるような、ほんまに幅広い年代の方が来てるブランドかなと。ゆいが来てくれてた商品の URL は概要欄に貼ってますんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。では皆様秋のお洋服も楽しみながら過ごしましょう。はい、寒くなりますけど、寒くなりますので、あの季節の変わり目には体調に気をつけて楽しんでいきましょう。では、はい、バイバーイ。バイバーイ。 Hey.